こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズ特装合体ロボジョブレイバーよりポリスブレイバーエターナル日産 GTR 覆面パトロールカーです。それでは見ていきましょう。ということで、同じ日に発売されたこの小松油圧ショベルは前回ね動画でレビューしてますので、ぜひそちらも見てみてください。ということで、なんとこれ実は同じ型他に2つあります。パトロールカーとこの覆面パトロールカーで、今回はこの覆面パトロールカーがシルバーに塗装されてるよっていうね、やつなんですけれども、なんと同型3つも出るとは思いませんでしたね。まあ実際このパトカーとはまあ覆面パトロールカー若干は違うんですけれども、まあ、型としては大体一緒なのでね、なこれがまさか このね段階でラインナップされるとは思いませんでしたね。ということで、中身こんな感じですね。それでは取り出していきましょう。中身を取り出すとこんな感じになっております。それでは早速見ていきましょう。まずはこちらジョブロイドから見ていきましょう。なんとね、ちょっとこのジョブロイドの名前見てほしいんですけれども、はい、こちら、警察ジョブロイドレイノルドっていうね名前なんですけれども、このジョブロイドのアニメが YouTube で見れるんですけれども、その第1話に出てきた博士の名前がレイノルドなんですよね。ということで、なんとこれ博士がリモートで操作してるジョブロイドっていう設定になっております。はい、まあ、ていうことで、結構今その YouTube のジョブロイドのアニメはもうほぼほぼ最終回迎えそうな雰囲気になってます。3つ並べるとこんな感じですね。はい、全部同じ型になっておりますね。うん、こんな感じで、はい、こっちの車の方も見ていきましょう。日産 GTR 覆面パトロールカーがこんな感じです。で、まあ、ここのねウィンドウとかは、まあ、全部シールではありますけれども、このボディはね全てシルバーで塗装されてるっていうのがめちゃくちゃこう実際のね車のボディ感もあって、すごく綺麗なんじゃないかなと思います。これテールランプとかねも塗られていて、ここ GTR ってちっちゃく、はいね、プリントがされてあります。でこのコロもね、はい、ピン打ちでこうやって、はい、遊ぶこともできますと。でこの覆面パトロールカーが同じ型ですね。全くシルバーか黒かっていう違いです。はい、でまあ今までこの日産 GTR 覆面パトロールカー買おうとすると、どうしてもセット商品を買わないとゲットできなかったので、単品で手に入るっていうのはまあいいのかもしれないですね。で、はい、ここランプの部分の造形が違うこのパトロールカー、まあでも GTR っていうのは一緒ですね。はい、この上の部分だけ造形が違います。こんな感じのね違いですね。はい、でまあこの3台に関してはもう本当にどの色が好きかとかっていう風で決めればいいかなと思います。個人的には確かにこのシルバーもね、実際今手に取ってみてめちゃくちゃかっこいいなって思ってるんで、ありですね。はい、まあ、ということで早速合体させていきましょう。まずはレイノルドを、はい、このように変形させて、このレイノルドもしっかりシルバー使われてるっていうのがねいいんですよね。はい、でここにくっつけます。それではいきます。あいや、これがね、まあ、めちゃくちゃ楽しいんですわな、このパトカータイプの。うん、最近の結構こんなド派手アクションなくなってるんで、ジョブレイバーなので、この一番最初のこれ本当に素晴らしい変形方法だと毎度思いますね。なのでこれ持ってない方ぜひこのねレイノルドのやつからでいいんで、ちょっと1個だけでもいいんで、ちょっとジョブロイドね、ジョブレイバーか、手に取ってほしいですね。はい、こうやって、あ、なんか結構いい感じにこういろいろと渋みが調整されてそうな気がしますね、やっぱここまで来て。はい、でリボルバーを持たせてあげれば、これでポリスブレイバー日産 GTR 覆面パトロールカーになります。あ、ポリスブレイバーエターナルですね。はい、めちゃくちゃかっこいいんですよね、やっぱこのシルバーがねかっこよすぎる。はい、
じゃあちょっと他のやつも変形させていきましょう。で、この、まあ、ウェブアニメの YouTube のやつの話に戻るんですけれども、はい、一旦これを合体させて、はい、めちゃくちゃいいね。で、一番最初第1話にあのレイノルド博士が捕まるんですよね。で、その捕まったのがあのグレープっていう会社に、まあ、捕まっちゃったよっていう。で、その CEO がなんか悪いことしてるっていうのが発覚しました。で、今からそのじゃあ CEO を逮捕しに行きましょうっていうのが今の段階ですね、うん、なのでもう結構もう終盤になってきてます、ジョブレイバーも。はい。で、まあそのポリスブレイバーじゃない、このジョブロイドを作ったのがこのレイノルド博士なので、もうその結構重要人物がもう出てきてるっていうことで、まあ遠隔操作ではありますけど、はい、いうことで今結構激アツ展開ですね。いやー、でそこで気になるのがやっぱその敵のジョブロイドいるのかとか、それが発売されるのかとか、あの今年もジョブレイバー続くのかっていうところが個人的にはめちゃくちゃ気になっておりますね。はい、すっごいねいいシリーズだと思ってるのでね、これは個人的には続いてほしいですね。はい。であとはこのリボルバーを持たせてあげるとここですね。はい、ここですね。で、はい、これにも持たせてあげると、はい、これでポリス型ポリスブレイバーの3体変形完了になります。どうでしょうか。このねリボルバーも何気に全部シルバーで塗装されてるっていうのが結構激アツポイントなんじゃないかなと思います。この後ろ側もしっかりこう塗装されてるっていう、はい、のが素晴らしいですね。はい。あー、なんかこうやって変形させてみて、やっぱりちょっとこういろいろ若干修正とか入ってそうですね。なんかここのやっぱ頭の部分とか、うん、いい感じの渋みになってそうな気はします。まあそこまでね、あの大きな差はないんですけれども、まあ、なので全然これ今ね、あの2つ持ってない人は買ってもいいんじゃないかなと思います。持ってる方はそこまで、まあ、重要なものではないかもしれないですね。はい。まあ、ただめちゃくちゃかっこいいですね。あ、そうそう、シールね、星がねなんとついてきてたので星にしてみました。はい、っていうね感じになっております。ではちょっとまあこちら、これもせっかくなんで変形させますか。小松油圧ショベルね。はい。いや、なんかやっぱ今年も続いて、なんかもうこのジョブロイドとこのまあ車で合体じゃないですか。さらに こことここ2体合体とか3体合体みたいな展開出てきてほしいですね、ジョブレイバーは。いや、この時期にこのねリデコというかリカラーというかこれを出してきたって どうなんですか。最初から決まってたんですかね。最初から決まっていたのか、でもストーリー的になんか決まってた風な感じはしますけどね。うん、それともなんかこうジョブレイバーが人気でこう追加したみたいなね、まあ、可能性も考えられるのかなと思いますけど、それだったら嬉しいですけどね。うん、それで来年もジョブレイバー続きますみたいな感じになったらめちゃくちゃ個人的にはね嬉しいと思ってますね。はい。で、これで小松油圧ショベルですね。いや、なんか重機もう一体欲しいな個人的にはって思いますね。はい。いや、っていうね、この2つが、今日同時発売されましたけれども、皆さんね購入しましたでしょうか。いや、個人的にはこれどっちを買うかって言われたら、ポリス型持ってないならこっちかもしれないな。ほんと変形めちゃくちゃ楽しいんで、うん、なので、で、これこのポリス型どっちか持ってるよっていう人はこっちの小松油圧ショベルね買ってもいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、まあ、ということでね、今回のジョブレイバーの、ポリスブレイバーエターナル、いかがだったでしょうか。結構こうアニメもう終盤に差し掛かり、この商品ラインナップもね一旦終わるんじゃないかなっていう気はしますけれども、
続いてほしいですね、ジョブレーバー。ちょっと皆さんの意見もね、ぜひコメントでお聞かせください。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。